日本代表10番の堂安律の交友関係が半端ないけん、タレント明石家さんま68歳が22日放送の MBS ラジオヤングタウン土曜日に出演、日本代表 MF 堂安律と食事会を開いたことを明かした。さんまと堂安はさんまの元マネージャーの息子と堂安が知り合いだったことがきっかけで食事をしたり、誕生日が近いことから一緒に誕生日会を開いたりする中、さんまはこの間堂安が日本に帰ってきたので堂安とご飯に行った、奥さんを紹介したいというのでと、今年1月に結婚した堂安から妻を紹介されたことを明かした。堂安から日本代表の10番のユニフォームをプレゼントされ、日本代表の10番はこだわりがあったみたいでわざわざ持ってきてくれてと感謝しながらも、俺にはホーム、木村にはアウェー、なんで俺はホームじゃねえんだよってそこで偉い俺と揉めてと、木村拓哉と揉めたことを話して苦笑した。続けて、木村がかっこええところは自分が着ている高い T シャツを脱いでユニフォーム交換ってあるでしょって言うて、その場で堂安がくれたユニフォームを着て写真を撮った。嫁さんがかっこいいって、堂安もそれすぐ着てこれいいっすねってと、その場でユニフォーム交換が行われたことを明かしていた。堂安いい顔してるな。さんまにキムタクにつるべってすごいメンバーだな。さんまさんはサッカー好きだからな。未だにキムタクと仲良いアピールするおじいちゃん。サッカー選手はもう少しブランディング頑張れよ、なんかしょぼいぞ。YouTuber と絡んでもお前ら文句言うだろ。吉田麻也や嬉しそうだから俺は満足。堂安の両親がさんまのファンだよ。それなら納得。テレビ出るとやっぱり親孝行になるよな。木村、ユニフォーム交換ってあるでしょ。うん、そうだぜ。今回紹介した記事や引用した内容については概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。当チャンネルは小ネタやネット反応集やサッカーの最新情報を紹介しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いいねやコメント大変励みになります。サッカー談義に花を咲かせましょう。